はい、どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます、ハルです。デュープリズムですね、よろしくお願いします。なんかちょっと喉が痛いんですけど、やりましょう。もう置いとくものがないんで、たまには寝るか。またむにゃむにゃかぼちゃが、夢見られませんね。やっぱ高い部屋じゃないと夢が見られないのか。今回は、ノートにね、ちゃんと書き足しておいたので、いろいろ、まあ、返せなかったもの、返しそびれてしまった可能性のあるもの、いろいろ、もろもろね、返そうと思います。まず、カローラの森行きましょうか。改めてね、コメントをいただいていた、ね、海外勢の方からいただいていた、花の上、登れるのではないかというのを、もう一度ね、ちょっと試そうかなと思います。何にもないっておかしいですからね。ここから行けばいいのかな。ちなみに HP はね、殴られるとアップするので、ド M ちゃんなんですかね。でも MP は攻撃当てないと増えないんで、まあね、ド S とド M はね、表裏一体らしいですから、まあ、そういうことを記しているのかもしれないですよね。はい、じゃあここですね。まず自分が今何持ってる。風じゃなくてドロップ、一回上げましょう。ほれで、上に登る？お！あー、すごい！最後の英雄。俺まだこれ中盤だと思ってるんですけど、ありがとうございます。やっぱ知ってたのかな、海外勢の方は。ありがとうございます。最後の英雄。これ、アイテム？アイテムじゃない。魔法かな？リールを回してみればいい。ワイド、スーパー、ノーマル、あれ最後の英雄ってなんだ。あ、これか。これなんだろう。なんか冒険譚みたいなものなんですかね。ありがとうございます。いや、これでね、また多分売れるアイテムなのかな。ね、珍しいもの大好きおじさんがいると思うんで、これ強くねえか。だってどうやって、なんかさ、回避の方法はよくわかんないけど、こいつのなんか出会い頭にさ、攻撃当てるくらいしかなさそうなんですけど、じゃあ帰りましょうかね。さあ戻ってきましたけど、珍しいもの大好きおじさんいるかな。情報収集は、おじいちゃんに聞いたんだ。怒りの山にいるビーラーフってものすごく強い。勝てるかな。勝てないかもしれないな。まあ、コインはたくさん持ってきているんで、どうにかできればいいんですけど、また場所を間違えた。ミラさん。山にいるっていう、なんか嵐を呼ぶとかだとね、モンスターハンターのクシャルダオラとか。おい、どういう容姿なんですかね。やっぱドラゴンだから首長竜、見ればミラポリアス的な感じなんですかね。あら、クシャルダオラの方がかっこよくて好きなんですけど。いや、とにかく暴力ですね。森を通るとどうしてもね、敵と戦わないといけないんで、ね、あ、最後の英雄、あれ、そんなに大したものじゃないのかな。まあ、例えばどこかに行くと、あ、それはっていう人がね、いるのかもしれないし、誰だろう、英雄譚とかね、冒険譚を聞きたいのって誰ですかね。ちなみにこの夢のイベントをうまく進行させた後に寝ると、新しい夢が、世界征服見れませんね。やっぱ金払って高い部屋で寝ると寝心地がいいから、いい夢見られるとかあるんですかね。まあ、夢なんて見ない方がしっかりね、眠れてるっていう話ですけど、ちょっと金払って、一泊500ゴールド、最初間違えちゃったからな。だからみんな増輪なのかな。別に何か、あ、ゴールドコイン、やったぜ、ラッキー。あ、ブロンズコインも、あ、全然気づかなかった。あ、ゴールドコイン、え、マジで、どういうこと。むにゃむにゃ、もう食べられない。ちなみに何回も寝ることはできないんですね。
ああ、ここで寝ることもそんなに悪いことじゃないかもしれないですね。よし、そしたら、あ、またのご利用お待ちしております。それこっち向いて言ってくれませんかね。ちょっと寂しくなっちゃうわ。いやー、やっぱいいですね。なんかこういう雰囲気のいいところって、そういうの場所だけでも、いるだけでもね、落ち着くというか、いい感じな気分になりますよね。よし、じゃあ、お目当てのもう場所行っちゃいましょうか。この冒険団、最後の英雄、何に使うか分かんなかったけど、怒りの山に行く前にセーブしとこうかな。よし、行くぜ。怒りの山と出発。今度は何が出てくるかな。 MP 回復してないんですよね、ただ残念ながら。おお、サル何だったんだ、なんで上から落ちてきたんだ。あー、落下系が、わー、スライムだ。ガチめのスライムっすね。まあ、やっぱスライムなんで打撃ちょっと効かなそうだし、炎だから水とかの方がいいのかな。おい、バカ野郎。お、あー、どうだ、こうか。あ、ここからだとね、降りられない仕様になってる。ずるくね。よっ。ちょっと。これマジか。あ、やっぱ魔法強いですね。これめり込めるかな。あー、こうなっちゃうか。ちょっと待って。こいつうぜえな、ちょっと。ここで、こうやって、あー、斜めか。こう。よし、いった。黒の魔法、お、これはかっこよさそう。あ、すごい、岩を壊せる。お、すごい、どういう原理かよくわかんないけど爆弾じゃねえか。すごいっすね。すごいし、びっくりしちゃったし。ルートは、あ、こちら側に行けるだけなのか。まあ、レベルは余裕ありそうなのかな。ただまあ攻撃はそんな食らってないけど、あ、買い物するの忘れたね。ゴールド系とかプラチナ系がね、あったかもしれないね。シルバーコイン、お、なんか来たぞ、かっこいいの。ジャック・スケリントンの2代目みたいなやつが。爆弾、よし。爆弾強いのかな。 MP5。あー、まあでも水玉でも全然いけるんで。なんだよ、お玉。今更そんなお玉が出てきちゃって負けやしないぜ。あー、でもあれか、爆弾がないとちょっと進めないのか。一個叩き込んであげればそれでいいのかな。あー、当然のように食らうのやめろよな。あ、強いな、やっぱ岩系だからかなり攻撃もきつそうだしな。そうするとおたまちゃん、おい、バカ、おたまちゃんを、あ、まずい、戦ってらんねえや。おたまちゃんぶん殴りながらね、暴力行為を繰り返しながら行った方がいいのかもしれないですね。水当たんねえんだろうな、ドロップだから余計当たらないですね。よし、これさ、これでも食らうんじゃないの。あー、2か。死ぬぞ、俺はどこにいるんだ。ちょっと待って、爆弾間に合うか。よしよしよし、逃げよう。あー、逃げられない、危ねえ。あ、 HP 回復と言っても完全回復じゃない。あ、ここにマグマ、あお前も落ちていくのか。ただこれ強いところはさ、このこうやってなんて、おー、後ろから追ってくんじゃねえ俺も落ちるんじゃねえ。よいしょ、あー、これ難しいな。お玉、ブラックお玉、なんとか拾ってくれ。大丈夫か、俺沈まないか、これすごい不安だ。あー、これ回復するのも一苦労ってことか。当たらねえ。お玉の攻撃も強いですね。あー、でもまあなんとかやってれば回復するかな。
これね、敵に与えたダメージで回復しているわけじゃないんですよね。あー、無駄なダメージが多すぎる。水玉の方がいいかな。安全、当たらない。34、どれくらい回復したのこれ。当たってねえんだけど。バルカンの方がいいか。あー、バルカンだと押し込んじゃって逆にダメだ。参ったな。もう MP いらねえんだけどな。あーね、押し込んじゃうな。そうすると一発のダメージがでかいやつの方がいいかとなると、あ、でもボムも多分押し込んでんじゃねえかな。単品で使うにもちょっとどうかなと思うしな。先行っちゃおっか。よいしょ。で、向こうに向かえばいいんだな。ちょっと待ってね。よいしょ。あー、飛ばねえんだよなこれ。すぐボタン押しても。押したのが成功してようやく飛ぶ感じなんで。あー、風か。まあ、風が吹いても別に大丈夫でしょう。ここでね、少しでも HP 回復できるならそっちの方がいいしな。よいしょ。お、なんだなんだなんだ、なんかダメージを負いそうな攻撃はちょっとノーサンキューなんだけど。 HP はどうだ。なんとかなってるか。うん、あ、ギリギリ。危ない危ない。こんなの相手にしてらんねえぜ。先に進んじまおう。またあんたたち、しつこいわね。どうやってこういう情報を得てるんですかね。いい加減に諦めたら。そういうわけにはいかないのさ。こっちにはこっちの事情があってね。遺産はどうしても手に入れるよ。あ、お金のためですね。宿屋のつけを返すためにな。パンチが強いんですよね。そんだけ強いパンチあったら負けないと思うんですよ。みっともない事情をバラすんじゃないよ。よくやるよ。今更長い話はしないよ、ミント。私らが言いたいことぐらいあんたは百も承知だろうからね。どうせ遺産の手がかりをよこせなんて言うつもりでしょ。てかさ、ミントが遺産取ったらそれ奪えばよくね。その通りさ。そしてあんたがどう答えるかは1から10までを見通したよ。答えは一つ、嫌だ、だろ。ちょっとだけ違うな。私の答えはね、誰があんたの命令なんて聞くもんですか、このとしまよ。としまそんなに何黙ってんのよ。ぼさっとしてないで返事くらいしなさいよ、このとし。危ないわね。黙って聞いてりゃ、としまごちゃごちゃうるさいんだよ。本当のことじゃ。そんなにとしま、しょうがねえ。あのさ、でも、年は受け入れるもんだぜ。それにね、逆らっていく必要もあるんだけど、でも年は取ってるっていうのは認めないといけないんだよね。今日という今日は許しはしないよ。ミントのミンチにしてるから覚悟し。おいで、ヘクサゴン。治ったんだ。また土鍋に頼ろうってわけ。進歩ないわね。ヘクサゴンだかなんだか知らないけど、この前みたいにボコボコにしてあげるわ。そいつはどうかな。デューク。ああ、今度はベル&デューク戦。さて、どうする。ヘクサゴンとデュークをいっぺんに相手できるかい。ノーマルデュークってどうなんですかね。もっとも今更謝ったって勘弁してやりゃしないけどね。行くよ。え、こんなところで戦うの。ミントのミンチにしてやるよ。今普通になんかすっげえ飛び蹴り食らったんだけど。ああ、これあれか。ああ、少々竜拳打っちゃいけない技。どうしようかな、これ。ダメージ、あー、ダメージ入ってないよね。あー、
どうしたものかな。黒の魔法でなんかなんとかなんのかな。これ多分入ってないもんね。 MP をちょっとどうにかしたいところなんですけど、まあ、やっぱ飛び蹴りの方が強いような気がするんだよな。リュークの攻撃をどうやって回避というか、リューク黙んねえかなね。このなんとか飛び蹴りでいけないかな。あとさ、落とせたりできればね楽なんですけど、いかんせんねこっち回復魔法がないんで。あー、ダメージ追いながらでもあのつかみ攻撃食らっちゃうのかな。どうしてもベルにね攻撃が当たっちゃうんで。闇の吐息、ダークブレス、竜巻とか使えるかな。あれ、これ竜巻じゃねえな。あー、どうにかしてね、あのヘクサゴンに乗ってミントじゃねえ、ベルに攻撃しないといけないんで、これ難しそうだな。とりあえず続けましょう。初手で掴まれちゃうとちょっときついですね。ただ1回のダメージね、当たったダメージがそんなにというか結構高めに当たってるんで、で俺落ちないんで結構捕まっちゃう、うん、最初そんな捕まってなかったんだけどな。でリュークはね殴ればこっち回復できるんで MP はどうでもいいんですよね。いかにベルにこれね当てるかだけだと思うんですよ。だから多分ね魔法いらないですね、相も変わらず。飛んで、斜めに向いてるとちょっと難しいんですよね。でダメージが14でしょ。せめて回復できるとないいんですけど、だからちょっとリュークにはめられるのはちょっと NG なんですけど。あー、そっか、ベルに攻撃してもヘクサゴンの動きっていうのはキャンセルされるわけじゃないんで、それダメなんだね。さてさて、どうしようかな。あー、捕まっちゃったか。まあ何回かやってりゃいけるけど、コンティニューはね有限なんで。あー、だね、これがな、当たらねえとちょっときついんだよな。あー、それも捕まっちゃうのか。なんか逃げ方考えないとダメだな。もしくはヘクサゴンにもちゃんとダメージというかなんかあればねいいんですけど、なさそうなんだよなこれ。あとは一回掴ませた後に俺が攻撃をしようとすると、今度ベルの攻撃が飛んでくるのか。連携できてますね、すごい。あー、なるほどね。リュークの攻撃を受ければいいっていうのもあるか。だから端に逃げてるとちょっとまずいですよね。そうだね、リュークのせめてリュークの攻撃を受ければ9とか8とかなので、多くても11かな。でヘクサゴンの投げ攻撃が14食らってるんで、それを回避できればまあ美味しいのかな。で、あんま密着してるとベルがこっち来てくれないですよね、ヘクサゴン自体は。だから当たらないんだよなこれは。で多分ベルには行かないんだよな多分。あー、届かないかねえ。何とぞ、ね、今のでも11だもんね、連続攻撃で。で、これで12、ああ、12か。置き攻めコインですけどね。そう、これね、割とね、ハメなんですよ。ああ、難しいな。タイミング合わないと、ね、こんな風になっちゃうんで。
一回ねちょっとハマっちゃうとちょっと回避というかちょっときついかもしれない。でどうしてもデュークにね攻撃いっちゃうんでそれも嫌だしな。え、なんかあれなんかないのかな。今当たったかな。ちょっとさ、ベルっていうかヘクサゴンの位置が悪すぎない。戦闘するっつってんのに。こうか、これ思ったより奥行きがあるんで、ここまでベルをちょっとここねえな、ベルここまで連れてきて、あーまずい。で奥行きで多分当たるんだろうな。ここまで来れば行くから、ここで俺が あのねリュークマジ邪魔だな、死んでくんねえかなマジで。ちょっとリュークと近づくか、もしくはあーリュークの方行っちゃうな。これで捕まえちゃうのか。まあでももう一回16食らわないでしょ多分。あーか、16いっちゃった。一応ね戦い方はなんとなく分かったかな。あーもうなんとかこうなんとか突っ込んでいくしかねえよな。普通だって魔法当たんねえしなこれ。割と肉弾戦じゃないね。掴んだ後前に突っ込んでって蹴り入れるくらいしか俺なんかアイディアないんだけど。あーこれずるいな。これ多分飛んでもねなんか範囲にいると捕まれそう。これきついよな。だって起き上がったらすぐ俺食らってんだもん。で倒れてる間が時間がねそんな長くないんだよね。リュークが気絶とかしたりするのかな。すげえタフだよね。まあ、あんまり動きすぎない方がいいのかな。でも外に逃げると今度間に合わなくなるんだよな、あの詰めるのに。ただとりあえずリュークとはねちょっと離れておかないと危ないしな。よしよしよし。ああなるほどね、こういうところで回復がないってやっぱつらいな。せめて回復魔法ねあればよかった。またリュークの方行っちゃったもんね。まあ辛抱強くやるしかないか。少なからずねやり方としてこれぐらいしかね思いつかないんで。ああ掴んでこねえ。ああうまくいかねえな。あのこれ困っちゃうよね。ああリュークの方行っちゃうな。倒れる意味がないんだよなリュークは。あー飛んでだといいかな。この挟むのが飛んで、あでもねでもキックするかどうかはミント次第なんだよな。いいかな。よしよしよし。あと1回、あーで1回じゃないな、あと2回ぐらい必要だよなこれ。リュークはまあ飛び越えさえすればあれどうにかなるんで。飛んで、あー間に合わない。あすごい回復欲しいな。1個でいいから回復欲しい。よしもうこのリュークもちょっとかなり離さないとまずいよね。リュークと、ね、ヘクサゴンの間に立っていないと。よしどうだ、まだ足りない。うわーまだこれから俺やるんだマジかこのゲームとなると飛び蹴りだよね。うわ危ない。とにかくあ見えない。あとなんだ、あとどれくらい。とりあえずリュークを飛び蹴り、ベルも飛び蹴りみたいな感じでやらないと。あ危ない危ない。うー1まだ1。あー9厳しい。あーいやこれきつい
ずいな。何分やってんの？26分。まだもうちょっと、もうちょっといけるけど、どうしよう。 MP プラチナコインないからドーピングできないしね。 MP マジ意味ねえんだよな。ヘクサゴヘッ、な、何にもだって本当に何にもなくね。あ、違う、セットたまにセットできてないんだよ。これ、ああ、捕まらなかった。ああ、1回の攻撃でもし吹き飛ばせるんだとしたら、まあ美味しいかだとするなら、まあちょっと一回回避して、スプレッド、タイフーン、マークブレス、タイフーンの方がいいか、そうしたら。ただタイミングあんまり合わない気がするけど、ここか。あー、でもな、結局掴むか掴まないかはな、ヘキサゴン次第だからな。まあ、確実にね、ひっくり返すのはできるけど、でもな、肝心要の攻撃を当てられない。いや、落ちてんだよなあいつ。落ちてくんねえかな、ちょっと。よし、あー、もうめり込みだね、完全にめり込ませて、物を言わせて。危ない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 。あー、めり込まない。やり方としては、あー、なんとなく今分かったかな。あのベルを、ベルっていうか、ヘクサゴンを奥側に、まあ、こっちおびき寄せるのはいいとして、でさらに、あ、こっち来ねえんだよな、最後まで回り込んでこっちから蹴り飛ばすみたいなことをやると、まあ、当たりやすいかもしれない。こう、そうするとね、リュークとヘキサゴンを挟めるんで、リュークが外側に行くから戦いやすいかもしれないな。早く来てほしいんだよな。ちょっと危ねえからさ。でさ、こうするでしょ。で、こうして、こう、そうすると、まあ、こうなると。うん。リュークとミントでヘキサゴンを挟めば、確実というか、かなり高確率で攻撃は入るかもしれない。内側っていうか、その奥側から手前に向かって攻撃してあげると、めり込むね、うまくいくね、うん、それでいきましょう。こうして、こうで、こうやっていくと、多分さ、まあ、3回に1回ぐらい当たんじゃねえかな。あとはもうリュークに当たってしまうのはもうしょうがない。そこもしょうがないとして、よし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 、気持ちもっと外側、リュークとの距離を意識して行った方がいいか。邪魔だよ。で、こうしてなるべく離れて、うん、行くと、そう、逃げちゃうんだよな。逃げちゃうというか、間に合わなくなっちゃうんだよね。だからって立ち合いからね、あ、それ当たっちゃうのか。あ、これ間に合わないもんな、立ち上がりとかもね。でも、まあ、これしかない気がするんだよな。いくらデューク、デュークの方行っちゃうんだよね。やっぱ近い方行っちゃう、近い方に行くだけだったらね、いいんだけどね。本当になんかデュークを優先 してないかが不安になる。もしデューク、ね、優先してるんだったら、ちょっとクソ系になっちゃうんで、それはちょっとやめてほしいんですけどね。あー、ベルの魔法もきついな。タイミングが合ってないんだろうな。して、あー、間に合わねえ。裏側に回る、そのデュークとの位置関係まではちょっと気使えないな。うん、もう祈るしかねえな、これは。祈りながら、うん、横から殴ってんだとこうなっちゃうんで、
もうとにかく外側から攻撃を仕掛けることを意識。じゃあ怒ってくんねえかな、リュウク。ああ、行くのが、回り込むのが早すぎると、ホーミングされてしまいますね。ああ、これ危ないな。魔法はなんか確実に、よしよしよし。魔法はこれ確実にね、リュウクの方に向かって撃ってるようには見えるけど。よし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 。外から内側に、狙っていくと。そうすると、矢王なしにね、こっちにめり込んでくるんで、よし。当たらないな。やっぱ、ベルに対してはね、やっぱ物理、一辺倒の方が、いいですね。そうすると、まあ、デュークが危ないんですけど、デュークを転がして、まあ、転ぶは何でもいいんですけど、もうちょっと、リュウクを転ばせて、あ、リュウク消えたんだけど、マジか、リュウク無敵じゃねえのか。それは申し訳なかったな。普通に、なんとかなる感じだった。よし。ちょ、落ち着いていこう。よし、飛び切り。危ない。手こずらせやがってよ。歯がゆいね。引くよ。